9月17日長崎戦のお誘いプロジェクトのプレゼントはこのショルダーバッグです。今回は、このようなショルダーバッグを作らせていただきました。前回、バッグを作らせていただきましたので、今回は、肩から背負えるのでスタジアムなんかに行く際にはこう両手が空きますのでとても使いやすいかなと思っております。生地は前回同様色落ちしにくい生地を使っていますので、かけた際にも、衣服に色移りなどはしにくいようになっています。そしてサイズ感も500ミリペットボトルが、そしてこれ、すいません、私の携帯、そして財布、そしてなんかノートなんか、ちょうど、スタジアム観戦に行くには十分ちょうどいいサイズの仕様になっていますので、皆さんぜひ無料ですので長崎さんたくさんの方をお誘いしてきてくださったら嬉しいです。ファスナー部分の長さですか。なんか最初は本当もっと大きかったんですけど、逆に大きすぎるとこうベロってなってしまうので、逆にこう短い方がいいのかなと。おじいちゃんおばあちゃんからお子様まで、本当に今年デニムトレンドですし、とても使いやすい、つきやすい商品になっていると思います。9月17日長崎戦、シーズン終盤に差し掛かり、とても大事な試合になってきます。たくさんのサポーターの方をお誘いいただき、そしてこのバッグを手にし、自動昇格、プレーオフに向けて皆さんでファジアーノ岡村全力で応援しましょう。